はい、ワンピースが大好きな神木です。ドーン。さあ、いよいよワンピース争奪編みたいになりましたね。ということで、革命軍と海軍ですね、そこもぶつかり合う展開というのが待ち受けていると思われるんですけども、そのトップ同士であるドラゴンと杯、この2人に関してのつながりそうな情報というのがですね、実は書かれ始めたんじゃないかということで、そのあたりを今回話していきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それでは行きましょう。ドラゴンが飲んでいたワイン。はい、皆さん、アニメワンピースですね。先日放送された、この動画が出る前だとちょっと前かな、2週間前かな、のアニメの中でドラゴンがサボであったりイワンコフたちと話しているシーンというのが描かれたわけなんですけど、そこでドラゴンが飲んでいるワインというものが映ったんですよね。で、原作の中では別にそのラベルとかは見えてないんですけど、アニメでははっきりとですね、そのラベルというのが書かれたんですよ。で、そこに書かれていたのがメゾンジャンベキューというワインなんですよね。で、これ調べてみると実際にあるんですね。メゾンジャンベキュー、これがフランスのスパークリングワインということで、まあ白ワインなんですよね。で、これワンピースの中で白ワインってかなり珍しいんですよね。まあ今回のアニメではドラゴンたちが飲んでいるのは、まあ厳密に言うと注いでいるのも赤ワインということで書かれてるんですけど、でもラベルは白ワインのラベルなんですよね。なぜここで白ワインのラベルを貼られてるんでしょうかね。まあもちろんアニメと原作というのは違うんですけど、小田先生もアニメのスタッフに先のことを少し話しているところもあるというですね、インタビューが前あったので、それを受けて何かしらのね、まあ仕掛けというか遊び心を仕掛けている可能性というのは、まあわずかながらあると思うんですよね。例えばワンピースのですね、キャラクターたちというのは好物というのが結構決まっていて、赤ワインが好物のキャラクターというのもいるんですよね。フルボディであったりミホークであったりディアマンテというのが赤ワインが好物なんですけど、白ワインっていうのは一人もいないんですよ。このドラゴンの好物というのも明かされてるんですけど、白ワインというのは書いてないんですよね。ドラゴンが好きなのはボカディートという食べ物なんですよね。このボカディートというのは、まあ、キューバのミニサンドイッチと言いますか、まあ、おそらくですね、キューバといえば、まあ、キューバ革命というのがありますので、革命軍のドラゴンの食べ物はその関連したものということで、このボカディードというものになっているんだと思います。まあ、キューバでよく食べられるね、軽食ですね、サンドイッチのような軽食というものなんですね。で、好物じゃないにしてもワンピースの作中でワインというのは結構描かれます。でもですね、多分ほとんどそれ赤ワインなんですよね。ドンキホーテファミリーがみんなで乾杯していたものというものもカラーで見ると分かるんですけど、全員赤ワインだったと。ドフラミンゴが飲んでいてこう割ったワインというのがありましたよね。あれもですね、ディエスというものなんですけど、これ調べると実際にあって赤ワインなんですよね。白ワインというのがかなり珍しいんですよ。まあ一応このメゾンジャンベキュー、どんなワインか見ていきましょうか。若緑色を帯びた淡い黄緑色、若葉のような輝きのある色合いの中に活気ある泡が力強さを感じさせます。柑橘のフルーツの香りに香草や樹脂の風味、そしてフルーツソーダの香りも味わいも力強く、酸味が味わいをしっかりコントロールしています。果実からの甘みを泡が抑えてすっきりとした余韻ですと。まあ飲みたい方は Amazon とかにあるんで、僕は買いましたけども、買ってみてください。まあすっきりとしたでも力強い白ワインという感じですかね。で、個人的にはね、このメゾンジャンベキューがものすごく重要かと言われると、もちろんそういうわけではないと思うんですよね。原作にもなかったし、アニメであくまで書かれたということなので、そこまで気にしなくていいかなとはもちろん思ってるんですけど、もしかするとですね、これ白ワインと赤犬、まあ、つまり白と赤というものの対比をね、書いたんじゃないか、それを今からね、書こうとしてるんじゃないかと思ったんですよね。まあ海賊では四皇の中でもシャンクスとルフィでよく赤と白でね、こう対比させてるんじゃないかと言われるわけなんですけども、一方では海軍と革命軍で赤と白というものをね、まあ、用いることによってよりはっきりとね、その対立みたいなものが書かれると、そういうことに繋がってくるんじゃないかとも思うんですよ。で、この海軍と革命軍なんですけど、そう単純なね、繋がりじゃないというか、ここにもただならぬ何かしらのエピソードがあると思うんですね。そしてそれというのはワンピース1124話を読んでいてもちょっと思いました。ということで次の項目いきましょうか。赤犬とドラゴンの確執。1124話で、あのキザルというのが感情をむき出しにして赤犬に言ってましたよね。疑う暇あんならよ、てめえの目で見に来いやクソガキと。今までのキザルのね、口調からは全然考えられないような、まあ怒りに満ちたというか、自分の中でもやるせない思いがね、満ちたようなセリフを吐いたわけなんですけど、そのキザルをね、まあ見てもびっくりしたんですけど、その後の赤犬の対応というのもちょっとびっくりしましたよね。赤犬というのはそれを受けて、悪かったの兄弟とすぐにまあ謝っているんですよね。
ね。でこの1124話を読んでですね、私 X でもすぐにポストをしてるんですけど、このね杯とクザもまた親友だったのかもしれないなと。ボルサリーノは親友にとどめを刺したけど自分はやらなかった、まあやれなかったと。その経験があったからこそ気持ちを汲み取って素直に謝ったのかもしれないですね、ということを書いたんですよね。まあキザルがねベガパンクのことを親友と思っていて、その気持ちを汲み取ったというのにはね、そういう背景があったんじゃないかなと思ったんですけど、まあしかしクザンと赤犬がね親友かと言われると、まあもちろんね一部そういった面はあったのかもしれません。しかしがっつり親友かと言われたら絶対そんなことはありませんよね。でここで思ったんですけど、もしかすると赤犬というのは革命軍のドラゴンと親友だった時期があるということなのかもしれないですよね。そこでいろんなことがあったから赤犬は今キザルの気持ちが実は分かっていると。ドラゴンというのは元海軍ということが分かっております。そして自分の中で正義を見つけられなかったから海軍を辞めたということなんですけど、ドラゴンと杯、この2人というのは55歳で同い年なんですよね。まあ、まさにね親友だった時期があったと言われてもおかしくないんですね。最近その赤犬の厳しいだけじゃない一面というものもちょこちょこ描かれ始めてますよね。で赤犬も絶対に徹底的な正義というものをですね掲げるようになった、その心境の変化、まあ、そういった出来事が必ずあるはずなんです。まさにその場面にドラゴンが絡んでくるんじゃないでしょうかね。ドラゴンと赤犬は一緒の時期に海軍に入って、そして2人でね切磋琢磨してね実力をつけていったけど、ある事件があって、そこでドラゴンはいや自分の正義とは違うと思って抜けたと。杯はその正義こそがまさに海軍が目指すべきものだろうということで、それを信じてやったと。まあ、自分の心をねちょっと殺してまでやったようなところがあると思います。徹底的にやることでしか守れなかったと、そういうことがその事件の中でねあったとかね、そういうことなんじゃないかな。で2人は親友だったけれども、その事件の中でドラゴンというのはある意味裏切ったというか、抜けた、海軍の正義についていけないということで道を逸れたわけなので、赤犬からするとドラゴンをね捕まえるとか処罰を与えなきゃいけないような立場だったのに、親友だったからこそそれができなかったとかですね、そういった背景があったので、今回このキザルのこのむき出しの感情をね受けて自分のことのように感じて謝ったということなんじゃないでしょうか。やっぱりねドラゴンと杯、この2人には何かしらの因縁というかね確執があると思うんですよね。でその因縁というのはただのね敵対関係の因縁ではなくて、昔親友だったからこそ深い確執が生まれてしまったと、そういう背景があるんじゃないでしょうか。はい、皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。